はい、皆さんこんにちは。ホロホロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はお気に入りのダイソーさんのインクジェットプリント生地を使って、こちらのコップドリンクをテイクアウトするときに手提げで持てるドリンクホルダーをとっても簡単に作っていきたいと思います。こんな感じで車やベビーカーに吊り下げて使うこともできます。今日使っていく材料です。お気に入りの布生地、接着芯、こちらはダイソーさんで購入してます。厚手用の接着芯、こちらは手芸屋さんで購入してます。どちらでも構いません。こちらバッグ用のストラップ、ダイソーさんで購入してます。こちら D 缶2つ使います。こちらもダイソーさんで購入してます。で、あとドリンクホルダーに使いたい普段自分が好んで飲む紙コップ、こちらは某コンビニさんの紙コップを準備してます。でサイズはアイスの M サイズの紙コップを使います。まず型紙を作っていきます。で型紙は紙コップをそのまま使っていきます。上から3センチのところに印をします。くるっと一周、適当な間隔で3センチの印をつけていきます。3センチ幅でぐるっと一周ラインしてます。次にドリンクホルダーの幅の分6センチで印をしていきます。こちら6センチ幅でずっとラインしてます。でライン通りにカットしていきます。ちょうど紙コップのつなぎ目のところを縦にカットします。これで型紙の完成です。6センチ幅の型紙ができました。接着芯を準備します。接着芯は少し光沢のあるピカピカしている方が糊のついた面になります。型紙を使って型を取ります。布の厚み分5ミリずつ大きくしておきます。布の厚み分5ミリだけ大きく肩を取ります。そしてライン通りにカットします。
これで接着芯がカットできました。次にこちらの D カンタブを作っていきます。5cm×9cm が2枚 D カンを2つ準備します。そして両端を1センチ幅で折ります。で、半分に折ります。こちらを2つ作ります。この端を縫います。そしてこちらに D カンを通します。そしてここを縫っておきます。D カンを通して半分に折ってここを縫います。これで2つ T カンタブができました。はい、次に接着芯を表側の生地に貼り付けます。キラキラしている方が糊のついている面です。糊のついている面を布の裏側に貼り付けます。その時に縫い代1センチ取れるように接着芯を配置してください。接着芯が貼り付いたら縫い代1センチで切り抜きます。で、この時に裏側の生地と一緒に切り抜きます。2枚重ねて一緒にカットしていきます。待ち針で留めてずれないようにしておきます。1センチの縫い代でカットしていきます。これで接着芯のついた表生地とフルーツ柄の裏生地がカットできました。そしてこのラインを縫って表生地と裏生地をつなぎます。こちらを縫っていくんですが、その時に先ほど縫っておいた T カンタブを挟み込んで縫います。まず半分の1と4分の1のところを印します。4分の1の印のところに挟み込みます。ここに合わせてます。クリップで留めておきます。もう一つはここに合わせます。クリップで留めておきます。この状態でこのラインを縫っていきます。ではこのラインを縫っていきます。
接着芯に沿って縫う感じです。ここが縫えて、このような状態です。このような状態になっています。で、こちらの縫い代をこのように割って、アイロンで軽く肩をつけておきます。このように縫い代を軽く開いておきました。そして次にこちら下の部分、こちらを接着芯に沿ってこのように折ってアイロンで折り目をつけておきます。裏生地も一緒に肩をつけておきます。裏に返して裏生地はこちら側に折ります。このように折り目をつけておきます。そしてこのように布を中表でこのように折ります。そしてここで縫い合わせます。ここを1センチ幅で縫っていきます。アイロンで折り目をつけたこちらの端はこのように折っておきます。折ったまま端を縫っていきます。はい、今ここのラインで縫えてこのような状態です。そして今縫った縫い代をまたこのように割っておきます。そしてここでこのように半分に折ります。こちらにかぶせるように半分に折ります。そしてこの周囲を3ミリから5ミリ幅でこの周囲をぐるっと縫って仕上げです。このようにカップホルダーの内側を縫っていくようにすると縫いやすいです。今ここがぐるっと縫えて出来上がりです。こちらは一応裏側になります。
ちらでもリバーシブルでも使えるかと思います。ストラップをつけて出来上がりです。はい、こんな感じで手提げのカップホルダーが出来上がりました。布製なのでペタンコにしてバッグの中に収納できます。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございます。こんな感じで簡単に仕上がる作品ばかりを投稿しています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。ではまた。